眼科医の平松です。今日は新型コロナウイルスに関連する結膜炎についてのお話をしようと思います。新型コロナウイルス、これ、目に感染するとか目から感染するとかって聞いたことあるかもしれないです。あとは目に症状が出るっていうのも聞いたことあるかもしれないです。で、その症状とは何かっていうと、結膜炎ですね。普段目やにが出たりとかアレルギーの結膜炎とかある、その結膜炎なんです。結膜炎とは具体的に言うと、白目が赤くなって、目やにが出たりとか、涙っぽくなったりっていうようなのが基本的な症状です。一応、新型コロナウイルス、言い方変えると SARS-CoV-1 です。CoV-2 ですね。に関連する、ウイルス性の結膜炎の、レポート研究っていうのは、いくつか出てるんですけど、正直言うと、まだよく分かってないです。なので、眼科医に見てもらって、これ、今回の新型コロナの結膜炎ですか、そうじゃないですかって言ってもわからないです。なぜかというと、そんなにデータが今のところないですし、新型コロナに関連する結膜炎をたくさん見てきた医者ってもうほぼいないわけですよ。ってなると、今までのとちょっと違うよねとかってわかるんですけれども、とはいえだから新型コロナかどうかなんて全然わからないんですね。じゃあ目のところから PCR とかなんか取って新型コロナわかるのかっていうと、目から取って PCR なんかしないわけですよね。なので例えば結膜炎があって、これの結膜炎が、新型コロナが心配だから眼科で見てくださいって言われても、ちょっとそれわからんっていうのが、正直な現状の状態だと思っていただければと思います。今後、そういう検査が出てくるかもしれないですけれどもね。一方でもう新型コロナウイルスが陽性だと言われていて結膜炎がある方の場合はその可能性が極めて高いので、そういう治療もできるかなと。ただ、いちいち眼科に行ってやるっていうよりは、今だとオンライン診療とか、そういうものもありますから、そういう形で、治療を受けになるのが一般的かなと思います。なぜかというと、やっぱ陽性の方が医療機関に行ってしまうと、それは他の方に移してしまう可能性が高いの で、かついわゆる新型コロナ SARS-CoV-2 の、ウイルス性の結膜炎で失明したとか、それによって目に大きい障害を残したっていう報告は今のところないんですね。もちろん今後もゼロではないと思うんですけども、とはいえ、確率として低いんであれば、それよりはオンラインでの診療でもある程度対応はできるのかなと。もちろんオンライン診療対応しているところもそうでないところもあるので、それは確認していただいて、もし入院中であれば入院している主治医の先生に相談していただいたりとか、していただけると、そこら辺は対応してくれるところもある、施設によるかもしれないですけど。で、じゃあ保健所とかそういうところにその結膜炎でどうなのかなって問い合わせるとどうなのかっていうと、あんま分かんないと思います。つまりそれは様子見てくださいって言われるのがほとんどかなって思いますので、結膜炎で SARS-CoV-2、COVID-19 を疑うっていうのは悪くはないけど、ちょっとなかなか難しいと。診断上今の現代技術ではちょっとどう見てもよく分からないっていう現実をちょっと理解していただければなと思います。ただ例えば新型コロナの患者さんとかの咳とかがしたとか、そういう方がいろいろ触ってしまったところを触って目をかいたりすると、それはうつるっていう可能性が高いということはちょっと分かっていますので、眼鏡を普段からちょっとしていただくであるとか、コンタクトレンズをなるべく避けていただくであるとか、目をかかないように気をつけるであるとか、これは基本的に大切だと思っていただければなと思います。今日は新型コロナウイルス SARS-CoV-2 に関連する、結膜炎についてお話ししました。